アルトゥール・ボダンツキーは、オーストリア帝国出身の米国の指揮者で、リヒャルト・ワーグナーをはじめとする、ドイツオペラの専門家として知られている。ボジャンスキーという名字も伝えられている。その他、アーチャー・バダンスキー、アーチャー・バデンシキ、アーチャー・ボドキサンスキー、アーサー・ボーダンサッキーなどの綴りもある。ユダヤ人の商人の家庭に生まれ、バイオリンを学び、アレクサンダー・ツェムリンスキーに作曲を指示した後、ウィーンでグスタフ・マーラーの指揮者助手を務め、その後ベルリン、プラハ、マンハイムを転々とする。1915年にメトロポリタン歌劇場に休職のため渡米。マンハイムにおける公認指揮者がかのヴィルヘルム・フルト・ベングラーであった。1928年、メトロポリタン歌劇場の任務から勇退し、後をヨーゼフ・ローゼンシュトックに譲るとの声明を発表するが、ローゼンシュトックがジャーナリズムで非難を浴び、医者の助言で自ら身を退かざるを得なくなったため、ボダンツキーは事実上の終身指揮者を務めることができた。ボダンツキーは早めのテンポ設定で有名で、トランプのために早めに仕事を切り上げたいから、しているのだと、時に陰口を叩かれることもあった。メトロポリタン歌劇場。ありがとうございます。